今回もラジオ動画録画でやっていこうと思います。一応生配信をやるっていうことでソフト落としたりとか、実際にもう4回5回とテスト配信っていうのを少ししたんですけども、まあ今のところはライブ配信をする必要性がないなっていうことで、まあまあもうちょっとね、しっかり素材が集まって僕自身が喋れるようになってからでいいかなということで、今回はいつも通りやっていきたいなと。で、久しぶりの普通のラジオというか実写じゃないやつですね。ここ最近実写動画ずっとやってたんですけども、それももうちょっとだけいろいろ試してから、何をしていいのかちょっと今のところわからないので、何か決まったらまた実写も挟んでいこうかなと思います。で、スライドに合わせて僕が喋るんですけども、今回はもうこれですね。ここ最近ずっともうこればっかりツイッターに上げてたんで、見てくださってる方には申し訳ないなと、もうまたこれかっていう方多かったんじゃないかと思うんですけども、なんとかね、このネックレス初のアクセサリー挑戦ということで、まあちょっと固定の時もやってはいたんですけどね、本格的に動いて、で、まとまってきたところかなと。中が白くて、で、一部に色が入っているっていうのが、ちょっと珍しいタイプのネックレスじゃないかなと。で、まあ、このネックレスがスマッシュヒットいかないぐらいなんですけど、まあなんとかちょっとだけ注文いただいたので、最近こればっかり作っていると。で、この真ん中の時計の針みたいなのが3本あるんですけど、これはまあ実際には動くわけではなくて、まあ、時計もどきですね、飾りっていう感じなんですけど、この後ろの石も実際は石じゃなくて、コーティング剤がまあダマになったものって言うと汚い感じになるんですけど、まあ何層にも重ねて作ってて、今光の屈折自体は素直に反射してくれてるんじゃないかなと思うんですけど、この辺りがね、石を使った方が早いし石でいいと思うんですけど、なんかこう全部紙ですよっていう一言を言うためにね、紙以外の部分はコーティング剤とか塗料だけにして作ってて、ここのこだわり縛りみたいなものを気にしないで造形っていう広い見方でものが作れるようになったら、また良くなってくるのかなーって漠然と思いながら、相変わらずちょっと紙以外は使わずですね。で、これ今週からかな、先週かちょっと作った、これは楽しかったです。すごくなんかトレーディングカードとかシールとかなんかおまけについてくるようなやつ、ああいうのを自分はやってみたいなーと以前から思ってて、まあ、たまにちょこっとやったりはしてたんですけど、ツイッターでの上手い方がいて、なんかできたらいいねみたいなちょっとだけ話題になったので、ですごい綺麗な絵を載せたはって、僕も負けたくないなということで頑張ってやったんですけど、やっぱりちょっと僕の手書きの絵では、まあ、絵はちょっともうちょっと勉強せななぁと思うんですけど、自分ではちょっと気に入ってて、このイラスト、ツイッターも使ってるかなと、 YouTube のアイコンにもこのイラストを使うようにしました。たまにこういうタイプのものも個展ではまだ出してないので、いっぺん出してみてもいいかなと。もうクリーマーにもあげてるし、ちょっとずつ挑戦かなっていうところですね。で、これが、今日朝かな、作ってた、まだ今目下制作中っていうのかな、現在作ってる最中なんですけども、最初作り始めをちょっと載せてみました。写真撮ってみて、まだ本体がだいたい白いですね。で、これが時間をかけてですね、いろんな形に、形や色を足して装飾していくんですけども、だいぶちっちゃいです。この下の、なんていうんだっけ、カッターマットかが一目盛りが多分1センチでいいのかな、なのでまあ2センチないぐらいのものなんですけども、これこの後今現在これから 3,4 時間作業したものがスクリーンショットで上がるので、それも一緒に見てもらえたらなと思うんですけども、なんかこうツイッター上でね、これ今作ってる、あんま変わんないですね。装飾をちょっと華やかなものにしたいなと。で、今ちょっと言いかけてたのが、ツイッターの中で、まあんまり自分に制限かけずにものづくりをしたいなっていう風なことを書いたんですけど、なんか
大それた話ではなくて、単にまあ作れないものっていうのがたくさん僕の中にはあって、技術的なところ、知識的なところでなんですけど、で今回のは一応今のところなんですけど、テーマとしては武器商人っていうのを作りたいなと思ってるんです。で僕は血が出たりとか打ち合ったりするゲームが苦手で、知識もないし、だからなんか作れないんですけど、であんまりね、一回そういったものを一度だけも高校生ぐらいの時に作って、こういうのやめた方がいいかもねっていう話があって、まあ、うん、僕もそれにそうだなと思うところがあったのでやらなかったんですけど、なんとなく今回ふとやりたいっていうもんじゃないんですけど、ふとやってみようかなと思ったので、うん、ちょっとね、武器っていう響きがあんまりいいものではないんですけど、まあ今はすごくポップなものも出てきているし、なんか自分なりに楽しく造形を作れたらなぁと思ってですね、今回はやってみようかなと。今のところですけど、まだこの2センチ満たない状態なので、どこまで続けれるかわかんないんですけど、まあまああんまりちょっと重たくなりすぎないように、商人、華やかな感じをちょっと出したくて、まあそのテーマとして今回はやってみようかなと思ってます。なんか録画は録画で緊張する。最近ちょっとライブ配信がね苦手になってて、これがイラスト、一時漫画をずっと毎月応募するって言って12ヶ月応募してた時があって、その時に練習するのに漫画の中の一場面を拡大印刷して、拡大コピーかで、その上にトレーシングペーパー乗せてなぞるっていうのを大量にクリアファイル2、3冊分ぐらい書いてやったものが出てきたので、ちょっと載せようかなっていうことで、絵の部分もね、僕は女性の絵っていうのは一切描いてないんです。作品どっちもですけど、造形でもそうだし、それもやっぱり男女の作り分けっていうのを僕はあまり得意としてないし、たまにピエロ作品で女性作ることはあったんですけど、その辺もね、これからはもうちょっと、うん、広い分野でイラストにしても造形にしても作っていけたらなと思ってます。これはもうオリジナルですね。魔女、さっきのトレーシングペーパーで写すのは上手くなった錯覚は起きるんです。そのプロの方のなぞってるだけなんで。でも塗り絵と一緒で、上手い人はそっから学べる、盗める部分がいっぱいあると思うんですけど、僕は何百枚描いても何も変わらなかったんで、結局自分の絵を描きました。自分の方が、うん、なんか楽っていうのもいいんだけど、うん、いろんなものが作れるなっていうことで、これは両方に木があって真ん中だけ色つけてですね、魔女の部分だけ。魔女をテーマにした作品展っていうのを、個展をやりたいなと一時思ってて、まあ、次その予定ではいるんですけど、ちょっとまあ個展自体どうなっていくのかまだ想像つかないところですね。この後ももう一枚あるかな、これもオリジナルで、一枚の扉からどこまで絵が描けるかなっていうことで、すごくちっちゃな扉を一つ描いて、そこから広げていったんですけども、 0.3 ミリのペンかな。で、ずっとこう順番に壁を描いて、柱を描いてっていう風に広げていってしたんですが、どちらかというと僕はこういう絵を描くようなタイプの、うん、やり方をしてました。で、実際に今販売っていうのを考えた時に、どんどん線の数を減らして、まあもう今となってはマウス絵になってしまってるんですけど、うん、なんかもっと軽いものにしました。性格的にはこんなんの方がまあ好きだし、得意っちゃ得意ではあるんですけど、うん、まあ販売するってなったら今実際に個展で出してるものの方が自分も好きです。で、ここは、ちょっと一回ゆっくり作品を載せたいなと。今回全体的に、このスクリーンショットじゃないや。なんて言ったっけ。スライドショーか。がゆっくりになってるんですけど、
一つ一つゆっくり眺めてもらえたらなっていうことで、今までちょっと世話しなかったので全部見てっていう感じがねグッと出すぎてたので、これはもう作品買っていただいた分なんですけど、あのカメレオン、色が変わるカメレオンと、でそれと絵の具、画材ですね、一時ちょっと作ってて、なんか面白いなーって、面白い組み合わせだなーっていうことで、まあ、主役はこのカメレオンと後ろのピエロのつもりなんですけど、まあ、ちょっと椅子に座ってこう物思いにふけてるような絵を描きながらですね、こういう作品を前々回の個展かなで作ってました。また久しぶりに作りたいですね、こういうのも。実況動画の方は、実況動画じゃねえ動画ですね動画の方は、前に上がってるようにレゴシティアンダーカバーコラボ実況、平星王子と造形の王様ということで、平星さんっていう実況、まあお仕事もされてはるし、それを仕事しながら完成度の高い実況をずっと長くされてる方で、僕よりも長い方なんですけど、でその方が今回一緒にレゴシティアンダーカバーっていうゲームをコラボ実況してくださるということで、平星さんのチャンネルの方にお邪魔して実況動画を一緒に撮っています。あのコラボっていうのがね、配信者の人同士が一緒に何かをやっていくっていうのは結構前からあるんですけど、もういつかやってみたいなっていう憧れはあったんですが、それが、まあ、まさかこの平星さんと一緒にできるとは思ってなかったんで、非常にありがたい限りで、なかなかあのやる気のない仕上がりになってるんですけど、僕がゲームが苦手な僕と上手いキラボシさんとの、まあ、コラボ実況ということで、まああの頑張っていきたいなと、あの下に概要欄のところにキラボシさんのチャンネルも載せておくので、もしよかったら見てみてください。すごいええ声のいい人で、あの僕とは全く違うタイプの方ですね。一緒にまた頑張って動画作りができたらなというふうに思ってます。新しい挑戦ですね、動画の方も。で他にもいろいろやってて、これですね、レトロゲーム配信というのを始めました。ギャロップレーサー6、今から15年ぐらい前のゲームになるんですけども、プレイステーション2のソフトかなを引っ張り出してきてですね、それのライブ配信っていうのを今やっています。でこれはライブ配信はたまたま設備があったからやってるだけで、実際もやりたいのはまあ5分前後ぐらいの動画、一時ずっとやってた短い短編のものっていうのをもう一度改めて出していきたいなということで、ギャロプレイサーはまあその一つとしてね、今シャープ1、シャープ2が上がってるんですけど、それは短編で上げてます。でまあそれをできるだけクリアまで頑張って載せれたらなという新しい取り組みというか、まあちょっと1年やってきたので原点回帰の企画になっています。それとこれ続かんわっていう、僕本当にゲームがね、いろんなゲームを触りだけやってみたい、中の絵だけ見たいっていうゲームの仕方してるので、すぐ飽きてしまうんですけど、どうせやったらそれを企画にしてみたらどうだっていうことで、体験版だったりとかで、あとまあ、単発実況っていうのかな、一回きりの実況動画、続きどんどんクリアまでやっていくんじゃなくて、単発でこんなゲームらしいよっていうのをやる動画をこれから少し挟んでいこうかなと思う。まあ本当にいろいろちょっとだけ中古で買ってきたソフトをやってはやめて、やってはやめてを繰り返しているので、そういう意味ではまあこの単発実況っていうのは向いてんじゃないかなということで、新しいシリーズとしてね、再生リストの方に上げています。なんか今日すごい息苦しかったな、実況ご視聴ありがとうございました。この辺で動画が切れると思う。ご視聴ありがとうございました。
テロップ動画や実況動画、それから工房の活動を紹介しているラジオ動画もあるので、そちらの方もよろしくお願いします。ではまた。